まつら、無の詩は続きやっていきましょう。あと何パートかかるかな。結構長編になっちゃったね。というわけで、まあ早速行こうか。さてと、ほい。前回、まあラキオ、認知の歪みを直されたラキオが私に向かって、なんでここにいるんだって言ったんだけど、あれの、なんだろう、真相が知りたいね。上院15人、グノーシャ4体、AC 主義者なしの留守番ということで。久々に白角だな。茂道と一緒か。ノイズが入ったな。なるほど。ただし、ステラ、お前に舞台に上がる資格はありません。どうして？ユリコ様、それはどのような？これ見たっけ？お前は所詮操り人形に過ぎません。まさか気づかれないとでも。あ、され。待ちたまえ。ステラが人形ならばこのジョナスが人形使いかな。確かにステラは私に仕えてはいるわ。いいのです、ジョナス様。私は失礼いたしますから。ステラさん。黙っていても仕方がないね。始めようか。というわけで、ステラが、まあ、いなくなったけど。これなんで、あれこれなんか見たっけ、こんなやつ見なかった、忘れちゃった。ラキオが怪しいのか。反撃怖え。守護天使いるから、役割明かそうか。S級がまがいものなんじゃない？ちょっとわかんないっす。クリシカが怪しく見える。誰だろう。ラキオかな。誰でもいいわ。おー、 S 級反撃された。でかいな。そしたら、そうか、今のあれが。ビラッ。よし。シノ、スタラと話すつもりだね。私も一緒に行くよ。ユリコの言っていたことがどうも気になるんだ。操り人形ね。シノ様、セツ様、慰めに来てくださったんですね。嬉しいです。ですがどうかご心配なく、私のことなどお気になさらないで。私などユリカ様のおっしゃる通り、出来損ないの人間です。人形ですから。人形というのはどういうこと？ただの比喩表現とは思えないけど。 いえ、答えてはくれないんだね。だけどステラ、やはり話し合いには加わってほしい。ユリコが何を考えているかはわからないが、ステラがグノーシア化していることも考えられるから。私がグノーシア？ご安心ください、セツ様。私に限っては汚染の可能性はございません。私が皆様に害をなすことはございません。そもそもできないのです。できる。ステラはグノーシアになるし、自分たちを攻撃することもあり得ると言った。シノー様、そんなことは？ある。私たちは知っているんだ。ステラがグノーシア汚染され得ること。まあ、今までされてたこともありましたからね。節様はたとえ方便であっても、そのような作り言はおっしゃらない方。そうは思います。ですがもし私に汚染される可能性があるのなら、だとしたら私は行こうか。しの、あとはステラ自身が決めることだからね。で、流し消滅。みんなに混じってステラの姿が見える。どうやら話し合いに参加するようだ。おはようございます、シノ様。昨晩は。ステラ、もう一度言ってほしいのですか？お前は。はい、確かに私のこの体は一個の端末に過ぎません。え？よく聞こえなかったが、今なんと。対人コミュニケーションの円滑化のために、当選の議事体レビが作成した人間型の端末、それが私、ステラなのです。全く意味がわからんな。ステラは何を言っている？もう話が進まないじゃないですか。ジョナス様は黙っていてください。
もともと当選はジョナス様の乗船ですが、ご覧の通りジョナス様は自治体のことをまるで理解なさいません。きっと気質的な問題があるのでしょうね。ですからどうにかジョナス様とコミュニケーションを取るために人型の端末ステラを用意したのです。ステラを通して喋ってるのは私レビなのです。へえ。そんなことは知っています。それで私の体を通してレビがグノーシア汚染されている可能性がございます。そんな話聞いたことがないんだけど。今までに自治体が汚染された例はございません。ですがリスクを評価するならばゼロではないのです。ですから私も話し合いに出席して皆様同様投票の対象となるべきかと存じます。つまりお前は己がグノーシアか否か自分でもわからないと。いいえ、私がグノーシアではないと証明できないだけです。いいでしょう、ステラの参加を認めます。知らなかった、見てなかったやつだわ。お、待ったね。自治体レビによって作られた人型端末。乙女か。睡眠中の間抜けなグノーシアがいたよ。 SQ だ。そう、僕がドクターだったってわけさ。あー、まあ一人だけとはいえ SQ がっていう可能性があるからね。エンジニアはユリコシピで、結果はシャーミンとレムナンが白。まあいいよ。誰誰でもいいんだけど。へえへえとかって。ジョナスか。なんでもいい。したらシピが呼んでるな。あれ、協力になったのシピだったっけ誰だったっけ。グノーシャっつうの大変だよな。コメットか。レビナンだったわ。ジョナスはグノーシアじゃない。コメットにグノーシアの痕跡はありませんでした。こいつはグノーシアだと。ないかな。うわ、怖。わかんな。コメットかな。でもなんか反撃怖え。バイバイ。これでラキオが黒って言ったらシピ疑うわ。食われたよ。コメット、シャーミン、ユイコと。
か4人だったか、そういえばきっちり。でもイベントは見れたね。ストップ。12人2人、エンジン相手ドクターいない、仕事にしている、留守番いない、 AC 主義者バグあり、ジョイン、普通のジョインか。もう79周目。名乗り出てくれエンジニア。多いな。ティナ・シゲミツ・セツ。ラキオが怪しいのかも。ちょっとさあ、あ、ダメだ。あれが欲しかった。全員投票、ローラーが欲しい。誰がいいのかな、ステラかな。ラッキーよ。う、お、なんだ、進みそう。またラキオがやられているあ、じゃないが再びラキオが何かを知り憎しみを向けてくるのだろう。今回こそラキオから話を聞き出したいが、 うわ今回は仕事演習じゃないからな。レムナンが死亡と。じゃあ報告を求めます。少なくともシゲミチはご納車じゃない。シゲミチはエンジニアだから、どうなんだこれは。ククルシカはグノーシャと、ディナは俺と同じ人間。もうお前ら何なんだ、めんどくせえなメットは何か隠してるんじゃない。さん、今晩はコールドスリープしない方がいいと思う。なんで？セツ、マウントちょっとこっか。苦しか、どうした。シノはねと、乙女は嘘をついているよ。おう、乙女ね、わかった。乙女か。コメント調べたけど人だった。
乙女はグノーシア。あー、茂道白っぽいな。コメットもかな、間違えた。まあ、今回乙女かな。コールドスリープすることになりましたと。 OK。 あ、終わった。早っ。あ、2人しかいないんだっけ。結局君を始末できなかったな。全くグノーシアも役に立たないね。まあいいさ、これで全部終わりなんだから。今なら羅京と話ができそうだ。ユリコから何を知らされたか教えてくれないだろうか。ああ、なるほど。シノは何も知らなかったんだ、君自身のことなのに。そうか、また滑稽だな。君も僕もね。ならば君に問題を出そう。何、ちょっとした謎かけだよ。では問題だ。僕の出す問題に正解した方がいいと思う？ない方がいい。正解。残念だったね。正解しない方がいいんだよ。そう、正解なんてしない方がいい問題なのさ。君自身についてもね。なぜなら君はもう消えたはずの存在だからさ。考えてみなよ。なぜ船内にグノーシアが潜んでいることが発覚したと思う？誰かを消されたから。その通り。まず最初にグノーシアを消したのさ。そう、君をね。自分がグノーシアに消された？ああ、君は第一被害者、とうに消えたはずなんだ。だが君はここにいる。そして誰もこの矛盾に気づかない。君、僕自身ユリコに妙なことをされるまでは疑問にも思っていなかった。これはどういうことなのか。この矛盾、ユリコが言うところの歪みについて随分考えたものさ。結果、僕は一つの知見を得た。すなわち、なぜバグナードという存在が発生したのか、その原因についてだ。グノーシアについてはまだいいんだよ。もともとこの宇宙で実在が確認されているからね。だがバグは違う。ただそこにいるだけで宇宙を崩壊させる。お笑い草だよ。そんな代物がなぜ必要なんだ。それはね、おそらく君がいるからだよ。消えたはずの君がここに存在する。それは摂理を犯す行為、修正すべき歪みだ。だから宇宙ごとなかったことにする。そのために生まれたのがバグという存在なんだろうね。そう、君のせいだ。この違和感、何かがひどく狂ったような感覚は。そして君のせいさ、この宇宙が崩壊するのはね。これラキオバグか。前もラキオバグだったもんね。やっぱり人が薄めが宇宙は侵食されていく。でもうまいな、経験値。あっけなく終わったな、しかし。まあでもこれで、あれでもラキオのあれが更新されなかったな。まあでもイベントは回収できたね。かなり覚悟ついたやつだったんじゃない。私消えてたらしいけど、どうなるんだろう。じゃあストップ。エンジニア14人、グノシア3体、バグなしのエンジニアと。シノが消えたはず？何を言ってるんだ。いや、私の知る限りそんな記憶はないよ。だけどその記憶自体が間違っているかもしれない。そういうことか。レビ、調査できる？シノ様がお消えになったなどの事実は確認できません。ですが確かに若干の不整合が見られます。グノシア汚染確認プロセスで一部のログが消去されています。あるいは、なるほど、昨日のうちに何者かがグノーシアに消されている。その可能性は否定ができないね。もしそれが事実だとしたら、なぜそのことに気づかなかったのか。シノ、これは重要な情報だ。この件については私の方でも調べてみようと思う。何か分かったら連絡するから、シノはいつも通り話し合いに集中してほしい。というわけだけど、
あれ、私なんだっけ、エンジニアじゃん。商店主いるのね。おっと、まずいな、これ大丈夫かな。来るしか、ユリコ乙女。いや、これ怖っ。いや、怖っ。シーミチ疑われてた。これは誰か残す必要あるのかな。レベル上げよう。お、25いった。うやむやにするが使えるようになったね。今回私疑われることはないんだけど。シピ、何。お、死のうか。うわ、すんごい首が。スピーと首から生えた猫が運動している。悪い、ちょっと待ってくれ。霧がつくまで走りてんだ。あ、これ協力して正解だったかもね。とは、こんなもんか。びっくりさせてしまったか。ま、俺はこういうやつなんだよ、知ってるよ。どういうやつ。聞いたよね、聞いたっけ。猫になりたい話は聞いたよね。本物の猫にだ。だからモグリの医者に頼んで手術したんだけどよ。さすがに一筋縄じゃいけなくてな。俺のまま猫になるためには一回猫と融合しておいて、しばらく脳を鳴らしてからじゃねえとダメなんだと。だから今はこんな面白い体してんだ。ま、この度が無事に済んだら分離手術受けるつもりだよ。この答え一応コメット以外に隠してんだけどな。お前には伝えておくわ。コメットは知らないの。コメットは知ってるのか。お前とは手組んでるからな、隠し事はなしだ。お、いいね、よかった、組んで。誰を調べますか。ドクター調べてっていいと思うんだけど。ゆり子から。あ、ゆり子死んじゃった。マジか、マジか。シーミッチじゃなくてシピーは。お、埋まったね、よしよしよし。手術をして完全な猫になるつもりと。こうしよう。しげみちはグノーシアだった。しげみちは違うらしい。ジョナスとシャーミンと、スケとシャーミンが組んだね。あ、私は やんなくていいんだこれ。へえ、出てこないわ。リナ、ラッキーオ、レブナン、ウトメ、ゼツ、コメット、SQ、シピック、グルシカか。うん、どうせかけてるんだ。ドクターは全員冷凍睡眠させたらいいと思うよ。うん、反対が多いね。あ、これ欲しい。誰。これは誰に入れるべきなんだ。SQ シピックルシカは入れていいと思うけど、疑う疑わないの話はないね。クルシカかな、昨日も疑われたしね。 SQ シピックルシカか。となるとシピも怪しいな。今回何人だっけ。3人だよね。白角の人と仲良くしたいんだが、シャーミンだっけ。シャーミンと誰だっけ。ジョナスだっけ。ああ、俺が人間だってバレちまった。グノシア連中狙うならお前にしといてくんねえかな。やめてよ、私エンジニアだぞ。したら乙女を狙っとくか、生かしとくかだよな。エリコ食われたってことは本物に近いと思うんだわ。っていうのが分かってるからわざわざ調べなくていいか。ちょ、どうしようかな。他に人間だって言わなかった人は SQ か。
ジョナスが消滅、スキュー人間、ジョナスがやられちゃいましたか。フルシカサングの視野だったの。スキューさんは人です。あ、知ってるよ。ありがてえ雑談。確率から見て乙女を疑うべきと。シピが怪しまれてるな。疑っとくか。協力関係ではあるけども、別に問題ないしな。はい、そうでしたか。勝ったね。シノと同じ陣営でよかったよ。バグいないよね。次のループでもよろしくね。またね。まあこれは普通かな。あれ？お？ループしないな。どういうことだ？終わってない。今までの経験上それは考えがたいけど、念のためだ。船内を調べてみるよ。いやまあ3人だったよな。重道くくるしかシピ全員がってことあるかな。どうだろう。何も異常はないね。ポットも確認したけど全員確実にコールドスリープしていた。だったらもしかすると二度とループは起きないのかもしれない。あーどうしよう、まだ心の準備ができてないのに。どうする？しのこのままループが起きないとしたら、私は一度軍に戻らないといけない。その後のことになるけど、もしだよ、もししのがいいならば、私と一緒に。まもなく空間転移を行います。いやそうだね、転移して汚染解消の最終チェックをしないと。今後のことを考えるのはそれからだよね。かわいいなお前。ごめんしの、また明日話そう。え、どうなの？だけど初めてだな。明日になるのが待ち遠しいなんて。終わったのこれ？重道多分終わったらくない？え、また？節が死んだ。空間転移終了時にグノシア反応を検出いたしました。私もしかしてグノシアだった？なぜだ、グノシアはもういないのに。やばいやばい、新展開。クルシカスリープしてなかったかお前。クルシカ、クルシカは今もコールドスリープしているはず。いやそんな顔されても、そんな顔されても。なんで？え、なんで？え、どういうこと？うわ、キッズ、説かわいそう。しかも私が食われたのかよ。うわ、気になるこれ。行くか、次。ちょっと長くなっちゃうかもだけど、行きましょう。ストップ。8人減ったね、2人。エンジニア、ドクターなし、留守番なし、バグなし、エンジニア。またエンジニアか。守護天使、守ってくれ。そうか、あの時の私、消されてしまったのか。なるほど、続いてると。だけど妙な話だね。クルシカは確かにゴールドスリープしていたのに。それに船内も一通り調べたんだけどな。いや、ちょっと待って。格納庫、あの時格納庫の積み荷は見なかったんだ。積み荷を確認するには船長であるジョナスの許可が必要だとレビに言われてね。だけど、うん、やはり調べてみる必要がありそうだ。ジョナス死んでたからよくない？とはいえ今回は無理かな。ジョナスがいなくては話にならないだろう。次以降ククルシカとジョナスがいるループで格納庫で合流しようか。あ、なるほどね、いないとダメってこと。なんかいないのか、じゃあいないのか、そうか。レムナンが偽物だ。
説は知ってるはず。ラッキーおか、うわ。やば、でも反撃しても誰も聞いてくれないのおもろいな。怪しいのか。どうしよう。どうしよう。どうしよう。誰が後ろかわからん。スピーがシャーミンを疑ってたから、アキを疑ってたジナとかにしとこうか。あなたも私も人だといいね。そうだね。誰調べる？どっちにしよっかな。この辺調べときたいよな。スピー。そんな、ごめん、無能で。一緒か。ジナの意見を見批判に受け入れてる。ジナが本当に信用できるか考え直してみよう。説は違うから疑わない。じゃあジナ疑っとくか。説さんです。僕が変だなと思うの。あ、セツ死んだ。バイバイ。いや、これはやばいな。ステラか。どうした？あら、シノ様復帰中ですね。お疲れではございませんか？話し合いの時のご様子で私心配になってしまって。もしよろしければですが、おお、こんな感じだったっけ？全然ステラと協力することないから。どうかご無理はなさらないでくださいね。誰だろうな。この試合だ。え、これ終わらね。レムナンが AC じゃなかったら終わらね。あ、ジナだ。こんな時間に何の用だろう。終わりだから。あ、やっぱ終わっちゃった。最後に謝りたくて。ごめんなさい。私グノーシアだからあなたを消すよ。だけど何も言わないのは嫌だから、シノも言っておきたいことある？命罵りはしないわ。これ消さないでほしいと頼んだ。それは無理。人は消えないと。心配いらない。消える人は辛くないから。それじゃおやすみなさい。いえん。え？シャーミンも出来やった。シャーミンも出来だったのか。きつ。ジョナス欲しいね。サーチストップ。15人3体。エンジニアとドクターいる。他はなし。うわ、怖っ。グノーシャだ。ジョナスとシャーミン？うわ、バレてる。今回こそは格納庫を調べたいな。調べたいなら私を疑わないでほしい。消えたはずのククルシカがまた現れた原因、それが格納庫にあるかもしれないからね。夜になったら一緒に格納庫に行ってみよう。まずはそこからかな。で、ジョナスは残さないといけないんだよね。ジョナス仲間だからまだ比較的残しやすいとは思うけど。ジナさん、説も残さないといけないかな。これは出なかった。レムナンね、いいよ。トメね。レムなんだっけ。説若干怪しまれてんの受けるな。やめてくれよ。ジョナスも怪しまれてるけど。
とりあえず行くけど、これ多分なんか最後まで行かないとな気がするんだよな。難しそう。ステルス結構上げたから、直感カリスマ、カリスマ上げとこっか。低いし、レベル93なんだもん。じゃあ断る。早い。なぜ？私たちはただ積み荷を見せてほしいだけ。聖域なのだよ、ここは。このジョナスが人生のうちに出会った日、史上の品々を収めた祈りの間、私の目が黒いうちは土足で踏み荒らす真似は許さんよ、決してな。全く話が通じそうにないね。どうする？殺そうジョナスを殺そうとせずに言った。え、それはどうなんだろう。あー、ちょっと待って、落ち着いて、しの出よう、一旦出よう私グノーシアだから。ジョナスの目が黒いうちはか。だったら決めたよ。私はジョナスを排除する。自分の目的のために他者を犠牲にする。私はそれを恐れていたはずなのにね。こうしてループを繰り返していくうちに、いずれ私は、やめよう。とにかく私はジョナスを仮想敵として動く。合ってるから大丈夫だよ。でもシノにそれを強制するつもりはないからね。まあ仲間やらない、一応私にとっては。まあいいよ、もう疑われてるしね、すでに。これは節を残してジョナスを殺す感じかな。とすると今回はどうしようかな。ディナが結構疑われてるからな、ジナに入れた人を殺してっていう感じがいいのかな。あ、違う違う、ジョナスが疑われてる人か。ステラを殺そう。まあ、ラキを疑うのはいいけど。ジナか。誰かを味方につけたいな。乙女殺したいから、スピードか。乙女殺してジョナスに向けたい。てかまたこれでいいかする山にした。うわ、SQ シャーミンユリコは言わなかった声デカデカでいくか。さあ、ジナかジョナスかな。とりあえずジョナス。よし。行くか。さて、このまま積み荷を調べたいところだけれど。節様、シノー様、申し訳ございませんが、これらの収納品をお見せできかねます。収納品はすべてジョナス様の最高権限によりロックされております。ジョナス様にしか解除することはできません。ジョナスはもういないよ、レビ。はい、ですが命令は有効ですから。聞いてレビ、私は連邦軍第928管区対対乙州防衛班所属節中尉。非常時には青函飛行
航船の貨物に対する主導者権限を発動できる。そして今この状況こそが非常時なんだ。ですが今はネットワークが遮断されておりますので、節様の身元を紹介できかねます。私の一存では。確かにね。分かったよレビー、ありがとう。今回は無理かもしれない。シノーがご乗車汚染されてる以上手がないんだ。次以降のループではシノーと私が汚染されていない時にまたここに来てみよう。なんてこった。ねえ、私の苦労を返してせっかく身内切りしたのに。で今ジナが疑われてるから、このままジナを消す流れでいいんだけど、ジナを疑ってたのがククルシカシピユリコ。ユリコ消すか。いや、ククルシカかな。全然役割出てこないんだけど、いいの？もう私は構わないけどね。おお、出てきた。びっくりした。え、で今何がなんて言った？シノがこのおっしゃって出たんだけど、うぅ、まずいな。でもシャーミンが茂道黒って出しての強いな。 SQ が絶対に人間だけど、ユリコか。ひっ、ウノシはジョナス。とりあえずジナから。やべ、セツがもう私を殺す構え来てる。セツ殺すか。ああ、そっか、白角とは言えないのか、ここが死んでるから。ちょっと疑われてたから嫌だけど消しとこう。ユリコ俺と同じ人間。シャーミンか。コメット行こう。シピもいいよ。いけそう。うわ、録画時間やばい。歌われてないぞ私。じゃあな。あと何人だ。一人殺して一人釣ればって感じか。シャミ、どうした？ああ、はいはい。指定してくんの？シピか。シピ消しちゃうの？歌われてたから消さなくていいと思うけど。まあ、ですか。シピは人間。シノはグノシャじゃない。シャミはグノシャです。殺せましょう。ああ。やべ、ってことは私、あ、決まりはしてないか。まあシャーミン、これは行くしかないな。どうしよう。ユリコかな。食うとしたら。そういえば協力関係だったから。俺誰調べればいいんだ。もう調べきったのか。かわいそすぎる。はい、感謝する。
かわいそう。S 級。もう私を疑うことすらしなかったじゃん、重道が。どうも。いやー、じゃあ、そうだね、これ多分クルシカのことについてわかるんだよな。この画面でさ、ジョイン見た、あ、ジョインのあれ見たいんだけど見れないんだよな。んー、じゃあ次回またやりましょう。次こそそろそろもう終わるんじゃないか。ということで次回にはちょっと長くなっちゃっても終わらせはしたい気がします。できればだけどね。というわけでお疲れ様でした。バイバイ。